皆さんこんにちは、サイエンスエンターテイナーの江原しみきです。さあ最初は何も見えなかった白い紙、こちらをホットプレートの上に置いて熱したら、じゃじゃーん、さあなんか絵が浮かび上がってきましたね。とっても不思議ですよね。これは炙り出しといって、まあ、昔からよく遊ばれてきたものなんですけれども、今日はこれを使ってちょっと楽しんでいきたいなと思います。それではレッツサイエンス。さあ今の不思議な遊び、炙り出しで準備するものはこちらです。まず紙、そして筆、入れ物、そして今回レモンジェルを使っています。そして炙り出しするときにちょっと熱いのでピンセットなんかもあると便利かなと思います。実際にやっていきましょう。レモンジェルを入れていきます。筆になじませて何か描いていきましょう。何描こうかな。ドラえもん。ドラえもん丸いでしょ。ドラえもん多分あ、レモンのいい香り。え、ドラえもん、ちょっと待ってあ、なんかぽいぽいぽい、できた。よしじゃあこれで乾かすと。乾かしてる間にミキ先生への質問。おお、なんか白い紙いっぱいありますけど全然何も見えないですね。え、じゃあこれは何ですか、炙り出すってことですか。普段聞けない人、何でも聞いてくださいよじゃあ何、これを何、炙ってみるということで、炙ったら見えるってことですね。今何も見えません。え、何聞かれるんだろう。普段そんな喋ってますけど、あ、なんかすごいいっぱい出てきた、文字がいっぱい出てきた。え、何、え、すごいいっぱい書いてある。逆向きかな。あ、できた。すごい綺麗にできた。おお、好きな季節とその理由を教えてください。こういう質問確かに苦手なんだよな好きな季節はまあ春ですかね。なぜなら私は3月生まれなので、まあ、自分の誕生日になんかやっぱりいろんな活動を振り返ることが多くて、あといろんな人にこうメッセージをもらったりした時に今後の人生について考えるのでその時間がすごく好きですかね。なので春です。え、いっぱいありますね。どんどん行こう。じゃあこれいきます。すごいね、こんなちゃんと文字でも綺麗に見えますね。おお、出たんじゃない。じゃじゃーん。どんな小学生でしたか。はい、そうですね、周りと同じことをするのがあんまり得意ではなくて好きでもなかったんですけれども、みんながこうドッジボールとかしている時に一人でラジカセを持って校庭の端っこでずっと一人でダンスとかしてたのを覚えていますで先生にちょっと五十嵐さん、みんなとドッジボールしなさいよってね、毎日怒られながら嫌ですって言いながら、あのラジカセオンにして爆音でダンスしてましたじゃあ続いてこちらいきます。えい、これ楽しいですね。皆さんもなんか普段聞けないことって言っても全然聞いてもらってもいいんですけど、ね、こうちょっとなんか秘密のメッセージ的な感じでやり取りするのが楽しい。はい、すごい。この世界の誰でもディナーに呼べるとしたら誰を誘う。誰でもいいんですか。もうこれは一択ですね。プリンセス天功さんもう私の、まあ、憧れというか、こう
彼女はこうマジックをこうショーとして、すごいきらびやかなショーとしてやっていますけれども、私はこうサイエンスショーという形でね、同じくステージに立つものとしてはいろいろとなんか聞きたいことがたくさんあるんですけれども、わかるかな、なんか大丈夫かな、なんか大丈夫かな、はい、ということで、まあ、ディナー、そうですね、ディナーだったらちょっとそのステージについて熱く語りたいなと思います。もういっぱいある、じゃあこれいきます。お、はい、出ました、すごい。はい、お休みの日は何をしていますか。まあ、最近はね、ありがたいことにほとんどもうお休みというお休みもないんですけれども、もうお休みがあったら何した、基本はやっぱでも秋月かな、秋月行っていろんな実験道具を買いに行ったりとかはしますかね。まあ、あとはサウナが好きなので、最近は友達とサウナに行ったりしますけど、これキッズの番組なんだよななんかこんなすごい、こんなトークで大丈夫なのかなはい、お、大丈夫かな、なんか煙出てきた、煙じゃん、湯気が出てきたけど、うん、おいいですね、なんかはい、お、落ち込んだ時はどうやって復活しますか。落ち込んだ時は何したかな、まあ基本はその復活しようとしないっていうのはあるかなと思います。なんか無理に元気になろうとかはあんまり思わないようにするんですけど、なんかやっぱ私の場合はこうサイエンスショーとかいろんなお仕事があって、それでまた気分を上げなきゃいけないなっていう時はもうよしよし頑張ったねよしよし恥ずかしいんで、恥ずかしいよしよし、はいはい頑張りましたっていう感じで、まあ誰も褒めてくれないからね、大人になったらこう自分で褒めるしかないということで、まず自分で自分のやったことをうまくいったとしてもうまくいかなかったとしても褒めるようにはしておりますはずおすごいね、はい、じゃーん、理想のサイエンスデートコースを教えてくださいどうしようかな。まずアントシアニン入りのホットケーキを朝食で、でそれがまあレモン汁とかをかけると、まあ、色が変わるやつなんですけど、まあ、まずそれを見て、はあ楽しいねっていうのがまずモーニングルーティンルーティンは困るね毎日それやんなきゃいけなくなっちゃうまずそれが朝食で、その後すぐ秋月に行きます秋月でなんかいろいろラズパイとかいろ、まあ、んなものをちょっと買い漁って、でそのままマッサージで行きますマッサージに行って、でそのなんか最後にそのバタフライピーっていうあのまた色が変わるティーがあるんですけれども、それだけを飲みに行きますでまた色が変わったねっていう感じで楽しんで、で最後夜はあれですね、ちょっとなんていうのかな、まあこれはちょっと難しい話なんですけれども、もしよろしければその花火をですね打ち上げていただきたいなと思っております
花火大会の日にちょっと予定が合わないので、私土日基本イベントやってまして、なのでちょっと花火大会とか行けないので、ちょっと花火を打ち上げていただいて、炎色反応ということで、炎色反応を楽しんでそのまま帰って寝るどうですかこの感じね。え、いろんな体験できていいんじゃないかなって思うんですけど、これ最後ですかね。はい、かな。どこだろうな、行ってみたい場所は行ってみたいですからね、まだ見ぬですよね、きっと。まだ見ぬ場所か、どこだろうなまあでもそうだね、一回はやっぱりその無重力空間に行って、なんかそういう無重力みたいなことは体験したいなとは思いますけどね。なんかそれを配信でいつかね、皆さんにお届けしたいとか、まあ、そういう場所に、そういうの場所にでしか体験できないなんか科学みたいなのを、まあ、実際にそこでやってお届けするみたいな経験は一回してみたいなと思います。やだな、なんかさっきのサイエンスデートでちょっと力を使いすぎた渾身のデートプランを練ったからもう疲れちゃったさあ、いよいよ乾きまして、これを炙り出してみたいなと思います。ドラえもんです、どうぞ。なんか鼻水みたいに出てきてるけど大丈夫かなドラえもんから鼻水みたいに出てきてるけど鼻だけ焦げてくやばいことになってる、なんかホラーじゃない、大丈夫かなできた、僕イガエモンなんか真っ赤なお鼻のドラえもんができましたね。なんか鼻だけやたら焦げてるし、目がなんか上向いてるし、こうやってなんでですかね、なんでここ上向いてるんだろう。なんかここだけ濃いから、なんかこういう風に見える今ホラーになっちゃったじゃん、もうはい、ということで皆さんもぜひ、炙り出しはですね、ま、今回はレモン汁でやりましたけれども、他にも砂糖水とか塩水とか、ま、いろんな液体で塗ってやった時にどういう性質を持つ液体だと、まあ、このような炙り出しができるのかっていうのを調べていくことで自由研究になるかなと思います。で、実際に原理を知りたい人とかは、まあ、いろんな本とか、まあ、調べたりすることもできるんですけれども、まあ、まずは実際に自分でいろんな液体でやってみて、自分の中でこうじゃないかって思った上で、なんかいろいろと情報を調べると、いろんな発見があるんじゃないかなと思います。ということで、今回の動画が楽しかったよ、ためにはなってないかなはい、と思った人はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。それでは今日はいろいろと質問をしていただきまして、またそれにお付き合いいただきましてありがとうございました。またお会いしましょう、バイバーイ これ、あ、顔違う違う、モノマネの方か